横浜スタジアムです。東京ヤクルトスワローズ対横浜 DeNA ベイスターズ6回戦の模様をお送りしてまいります。スワローズの先発は斉藤、対するベイスターズの先発は右の加賀以上の両先発、まもなくプレイボールです。これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは荒波、投げた、見送ってストライク、いきなり152キロ、鈍いゴロ、梶谷ボールを取る、一塁送球アウト、これでワンアウトランナーはありません。バッターは渕上、現在の打率2割7分6厘。第2球投げた、打ちました、梶谷掴んだ、一塁へ送るアウト、これでツーアウトランナーありません。バッター草山、初球空振り、チェンジアップに全くタイミング合いません。投げました、直球見送ってストライク、ポンポンとストライクを取ってきました。投げました、ボール、カウントワンボールツーストライク、投げました、空振り三振、ボール球で仕留めました。斉藤、上々の立ち上がりを見せています。1回の裏が終わりまして0対0、両チーム無得点です。これからベイスターズの攻撃に入ります。バッターボックスは筒香、現在の打率2割8分4厘。第2球投げました、打った、痛烈な当たり、センターへのフライダー掴みました、これでワンアウトランナーはありません。バッターは神山、投げました、初球打った、右中間に打球が飛んでいます、クリーンヒット、神山ヒットを放ちました。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。投げました、ボール、さあ次の投球、投げた、2球目はストライク、投球はこれから3球目、打ちました、いい当たり、センター下がった、センターへ飛んだ、これはヒットになります。吉村ヒットを放ちました。さあワンアウトランナー一塁三塁とチャンスを広げました。初球から打ってった、ショートの右、ゲッツーコースだ、二塁アウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。スワローズダブルプレーでピンチをしのいでいます。2回が終了しまして0対0、ベイスターズ一瞬でチャンスが消えてしまいました。スワローズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。バッター斉藤、外角低め、外れてボール、投げた、打ったに当たりだ、センター交代、取りました、これでワンアウトランナー。これからベイスターズの攻撃に入ります。バッターボックスは高城、投げた、インコース低めいっぱい、ストライク、いきなり152キロ、投げた、2球目はストライク、第3球を投げた、ボール、カウントはワンボールツーストライクです。投げた、打ちました、斉藤ボールを掴んだ、ピッチャーから一塁送球アウト、これでワンアウトランナーはありません。バッターは加賀、投げました、初球空振り、いきなり150キロ、アウトローへストライク、早くも追い込んでいます。投げました、低め、ボール、カウントワンボールツーストライク、投げました、低めの変化球、ボール、カウントツーボールツーストライクです。アウトコース低めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった、投げました、打った、初球打ち、左中間へ上がった、フェンス直撃、ボールはセカンドへ、荒波ツーベースヒットを放ちました。さあツーアウトから先制のランナーが出ました。ランナー一人を置いて打ちました、初球打ち、ショートから一塁送球、軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ、斉藤、ツーアウト二塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。ベイスターズこの回はクリーンアップからの攻撃になります。バッター草山、初球を打ちました、畠山取った、斉藤取ってアウト、これでワンアウトランナーはありません。投げました、初球はストライク、第2球投げました、低めボール球打った、ショート右横のゴロアウト、これでツーアウトランナーありません。そして次のバッターは神山、投げた、低め外角ストライク、初球まずは入れてきました、投げた、ストレートに送ってストライク、早くも追い込まれています。
投げた、1球外した、ボール、カウント1ボール2ストライク、投げた、ツーシームはボール、カウントは2ボール2ストライク、投げた、三振、最後は伸びのあるストレート、斉藤見事クリーンナップを抑え切りました。バッターボックスは斉藤、第9球高め、スライダーは外れてボール、第2球投げた、見送ってストライク、投げました、決まった、ストライク、追い込んで第4球を投げました、スライダーボール、大きく外れました、カウントは2ボール2ストライク、投げました、内角低め、ストレートは外れてボール、インローは外れて3ボール2ストライク、投げました、打った、痛烈な当たり、センターバックヒット、センターからセカンドへ、斉藤ヒットを放ちました。これからベイスターズの攻撃に入ります。バッターは吉村、投げました、1球目ストレート空振り、いきなり153キロ、投げました、打ちました、いい当たり、打球はセンターへ、ダイレクトで当たった、センターからセカンドへ、吉村ヒットを放ちました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。膝元、チェンジアップ外れてもわずかに外れて、1ボール、一塁へ牽制球を送ります。タッチはセーフ、第3球ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。ボール、カウントツーボールツーストライクです。打ちました、三遊間のゴロ、二塁送球、二塁アウト、一塁はアウト、ダブルプレイ、ツーアウトランナーなくなりました。投げた、初球決まってストライク、さあ次の投球、投げた、直球ストライク、アウトローへ、追い込んでいます。投げた、打ちました、畠山ボールを取る、斉藤取ってアウト、スリーアウトチェンジ。前半が終わりまして、ランナー2人を置いて迎えるバッターは斉藤、第9球投げた、初球外れても投げた、打ったい当たりだ、伸びた、伸びて入った、第8号スリーランホームラン、白球は無情にもレフトスタンドへ、6対0スワローズリードを6点に広げます。チームメイトが迎えます。バッターは代打ウォーレナー、第9球初球見送ってストライク、いきなり150キロ、投げた、見送ってストライク、バッター追い込まれました、投げました、1球外してボール、カウントは1ボール2ストライクです。投げました、低めボール球打った、ピッチャー返し、ウォーレナーヒットを放ちました。ランナー1人を置いて迎えるバッター、ピッチャー返し、放ちました。さあノーアウトランナー一塁二塁とチャンスを広げました。インローをギリギリいっぱいストライク、まずは初球決めてきました。カットボールはボール、アウトコース低め、カウント、打った、痛烈な当たり、レフトへ持っていった、レフトからサードへ、ベイスターズようやく1点を返しました。チャンスをものにできるか、第9球投げました、当たり、そこでのセカンドゴロ、二塁アウト、ショートから一塁送球、アウト、ゲッツー、ベイスターズ1点入りました。セーマン、やりました、ベイスターズ、ここから反撃が始まります。第2球打ちました、三遊間の当たり、川端掴んだ、一塁送球、一塁アウト、これはアウトです、スリーアウトチェンジ。中盤まで終了しました。7回の裏、ベイスターズラッキーセブンの攻撃に入ります。バッター神山、まっすぐに振ってストライク、いきなり153キロ、投げました、打った、グレン、ボールを掴んだ、セカンドから一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。投げました、初球から打ってった、一、二塁間へ、一塁へ送る、アウト、これでツーアウト、ランナーありません。今日二併殺のマリー、今日はショートへの併殺だとサードへの併殺だ。投げました、打ちました、取って、これで3アウトチェンジ。ベイスターズ3人で攻撃を終了しています。7回までが終了しまして、9対2ベイスターズラッキーセブンは無得点で終わりました。第2球投げた、大学へストライク、第3球を投げた、
打ちました、いい当たり、打球は左中間に上がった、ヒット、斉藤二塁を狙う、二塁タッチはセーフ、斉藤ツーベース。これからベイスターズの攻撃に入ります。バッターボックスは高城、今日はピッチャーゴロとファーストゴロ、ファウルボール、第2球投げた、ボール、カウントワンボールワンストライク、投げた、アウトコース低め空振り、バッター追い込まれました、ボール、インコース低め、カウントツーボールツーストライクです、ファウル、投球はこれから6球目、打った、ピッチャー返し、高城ヒットを放ちました、初安打、ランナー一人を置いて迎えるバッターは小田、投げた、打ちました、初球打ち、ライナーだ、高城三塁を狙う、小田ヒットを放ちました。さあノーアウトランナー一塁三塁とチャンスを広げました。このチャンスは何とかものにしたい。変化球ストライク、アウトローへ、投げた、これはボール、カットボールを外れてワンボールワンストライク、外角低めいっぱいストライク、投げました、低め、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。第1球ストライク、初球まずは入れてきました、ストレートはボール、インハイへ、カウントワンボールワンストライク、第4球を投げました、打ちました、奥に余裕があります、抑えた、タッチアップからホームへ向かう、ホームイン、淵上センターへの犠牲フライ、ベイスターズ1点返しました、淵上見事チャンスをものにしました、ベイスターズここから反撃、初球打ち、ピッチャー返し、ライナー、やった、ボールは中継へ、草山ヒットを放ちました、今日初めてのヒットになりました、投げました、アウトコース高めいっぱい、ストライク、いきなり152キロ、第3球を投げました、打ちました、ピッチャー返し、センターバックホーム、筒香ヒットを放ちました、初安打、左バッターボックスは5番神山、初球を打ちました、抜けた、センターバックホーム、神山ヒットを放ちました、ベイスターズ1点入りました。さあこれで2アウトフルベース、ベイスターズなおチャンスが続いています。第2球投げました、打った、右中間へのフライですがヒットになります、ボールが点々と転がっている、ベイスターズさらに2点を返しました、試合終了です。スワローズ見事勝利を収めました。さて本日のヒーローは斉藤、今日3打点を挙げる活躍を見せました。斉藤優